日本の家庭料理の定番と言われるだけあって、誰からも愛される肉じゃが。今日はその肉じゃがを作ってみましょう。和食が好きな人ならきっと気に入るはずです。甘辛い味がご飯によく合います。材料2人分。じゃがいも3個。人参1/2本。玉ねぎ1/2個。牛肉の薄切り 100g。 サラダ油大さじ1。だし 400ml。 酒大さじ3。砂糖大さじ2。みりん大さじ2。醤油大さじ3。まず材料を切ります。じゃがいもは皮を剥いて食べやすい大きさに切ります。人参は縦に半分に切ってから5ミリ幅に切ります。玉ねぎは薄くスライスします。牛肉も食べやすい大きさに切ります。次に鍋にサラダ油を入れて熱し、牛肉を炒めます。肉の色が変わったら、切っておいた他の材料を加えて軽く炒めます。それから、だし、酒、砂糖、みりんを加えて中火で煮ます。すると表面にアクが出てくるので、それを取りながら10分ぐらい煮ます。その後醤油を加え弱火にして10分煮ます。焦げないように様子を見ながら火を調整しましょう。じゃがいもが柔らかくなったら完成です。